皆さん、こんにちは。明星大学の樋口信元です。これは、独立行政法人教職員支援機構がオンラインでお届けする校内研修シリーズです。この教材は校内研修を60分と想定して制作をしています。冒頭に私が20分程度講義を行います。その後、校内研修の担当者がこれを活用して演習を行っていただけたらと思います。それでは早速、講義に入っていきましょう。 テーマは教育と法一学習指導要領と教育課程の編成です教育と法一学習指導要領と教育課程の編成について講義をいたしますまず教育課程の基準の設定についてお話しいたします法律で定める学校は公の性質を有するものであります国は全国的な観点から教育の機会均等と 教育水準の維持向上のために学校が編成する教育課程についての全国的な基準いわゆるナショナルミニマムの設定権を有するものでありますこのことにつきましては昭和51年に長山中学校事件学力調査事件最高裁判決におきまして国の全国的基準設定権が認められているところでありますこの最高裁判決では国は国政の一部として 広く適切な教育政策を樹立実施すべくまたしうるものとして憲法上はあるいは子ども自身の利益の擁護のためあるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため必要かつ相当と認められる範囲において教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解すると最高裁判決は述べているところであります。 この判決によって国は全国的な基準の設定権を有することが明らかにされたところであります次に教育課程に関する法制について述べます学校教育法の第33条ではここにございますように小学校の教育課程に関する事項は第29条小学校の目的及び第30条小学校教育の目標の規定に従って 文部科学大臣が定めるとされております。この規定は、中学校等にも準用されているところであります。次に、文部科学大臣の定めといたしまして。学校教育を施行規則の第五十二条におきまして。小学校の教育課程については、この説、すなわち。学校教育を施行規則第二節教育課程に定めるもののほか、教育課程の基準として。 文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとするとされているところであります。続きまして学校教育法施行規則第2節の教育課程に関するところにつきましては教育課程編成の基本的要素が定められているところであります。まず第1点目は教育課程の編成についてであります。小学校の教教育課程は各教科道徳 外国語活動、総合的な学習の時間、並びに特別活動によって編成することとされております。また、2番目に授業時数につきましては、第51条におきまして、小学校の各学年における教科のそれぞれの授業時数並びに、各学年におけるこれらの総授業時数は、 別表第一に定める授業時数を標準とするとされておりまして別表第一にそれぞれの学校段階の各教科の授業時数及び年間の総授業時数が定められているところでありますまた教育課程編成の特例措置も学校教育を施行規則に定められておりますがまず豪華事業を可能とする教育課程編成の特例が第53条で そして、困難な各教科の学習指導の特例が第54条でそして教育課程の改善に資するための研究開発学校の特例措置が第55条にそして特色ある教育課程の編成の特例が第55条の2にそして不登校時に対する教育課程編成の えー、特例措置が56条にさらには日本語に通じない児童生徒のための日本語教育のための教育課程編成の特例措置が第56条の2にそして他校での日本語教育事業を日本語教育事業を事故における日本語教育事業とみなす特例措置が第56条の3にそれぞれ定められているところであります。 続きまして学習指導要領について述べます。先ほども申し上げましたとおり、これは文部科学大臣が定める教育課程の基準であります。これは国交私立学校を通じて適用される教育課程編成の準則であります。法的拘束力を有するものであって最小限の基準であるという性格を持っております。各学校におきましては教育基本法、 および学校教育をその他の法令並びにこの章にいかに示すところに従って児童の人間として調和のとれた育成を目指し地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して適切な教育課程を編成するものとしと、えー、学習指導要領の総則の冒頭に定められているところであります。このように 教育課程はそれぞれの学校において地域の実態等を踏まえてそして児童生徒の心身の発達の段階特性を十分考慮して適切な教育課程いわゆる特色ある教育課程を編成するものとされているところであります続きまして学習指導要領の基準性についてお話を申し上げます。小学学校の学習指導要領 1> 第1章の総則におきましては先ほども申し上げましたとおり教育基本法学校教育法その他の法令に従って適切な教育課程を編成することとされておりますがその一般方針の第2におきましては内容等のの取扱いいに関する共通事項の定めがございます第2章以下に示す各教科あるいは道徳外国語活動 及び特別活動の内容に関する事項は特に示す場合を除きいずれの学校においても取り扱わねばならないとされております学習指導要領はいずれの学校においてもあります。それに加えて学校においては特に必要がある場合には第2章以下に示していない内容を加えて指導することができることも定められているわけであります。 また第2章以下に示す内容の取り扱いのうち内容の範囲や程度を示す事項は全ての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものでありまして学校において特に必要がある場合にはこの事項にかかわらず指導することもできるわけであります。ただ、この場合、 各学年の目標やあるいは内容の趣旨を逸脱したり児童の負担過重となったりすることが内容に留意する必要があるわけであります次に教育課程の編成について申し上げます、えー、学校において編成する教育課程とは学校教育の目的や目標を達成するために教育の内容を児童の心身の発達に応じ 授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であると示すことができます。教育過程の基本的要素は大きく3つになるわけであります。それぞれが教育基本法及び学校教育法を踏まえたり。 あるいは指導内容の組織の場合は施工規則や学習指導要領事業実についても学校教育を施工規則を踏まえて教育課程を編成することとなるわけであります。休課程の編成にあたりましてまず学校教育の目的目標これをどのように設定するかということでございますが教育基本法ではここにございますように教育の目的第1条 ない,ない目標第2条義務教育の目的第5条2項あるいは学校教育の基本的役割第6条2項に定めがございますのでこれらを踏まえて目的目標を設定する必要がありますしさらに学校教育法で義務教育の目標が21条に小学校中学校高等学校の 目的目標の定めがそれぞれ学校教育法に定められているところでありますさらには特別支援学校の目的についても第72条に定めがあるわけであります特にここで留意いただきたいのは小学校の目標規定第30条に学力の3要素についての定めがあることであります学力については 学校教育法上基礎的な知識技能を習得するそして課題解決に必要な思考力判断力表現力等を育成するそして主体的に学習に取り組む態度を育成するこういうこの3つの要素が学力を構成するものであると見ているわけであります。続きまして教育課程編成にあたって指導内容の組織をどうするかということでございますが。 学校教育法の施行規則の50条1項では教育課程は国語社会算数理科生活音楽図学工作家庭及び体育の各教科道徳外国語活動総合的な学習の時間並びに特別活動により編成することとされております。 この小学校の場合は5領域で教育課程が編成されることになるわけでありますが中学校の場合には外交語活動がございませんから4領域で高等学校の場合はさらに道徳がございませんから3領域に従いまして小学校では5領域にわたって指導内容を組織し中学校では4領域 高等学校では三領域にわたって教育課程を編成するということになるわけであります学習指導要領では具体的に各教科等の指導内容を学年段階に即して示しているところであります各学校ではこれらの基準に従うとともに地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階と特性を考慮して指導内容を組織する必要が あるわけであります続きまして教育課程の編成にあたって授業時数の配当について述べます授業時数は教育内容との関連において定められるべきものであります学校教育は一定の時間内に行われなければなりませんのでその配当は教育課程の編成上重要な要素であります授業時数につきましては学校教育法施行規則第51条に 各教科の標準授業時数が定められておりますので各学校はそれを踏まえて適切に授業時数を定めることとなります。これが小学校の標準授業時数でございます。えー、旧学習指導要領平成10年の学習指導要領でございますが現行の学習指導要領は平成20年の学習指導要領でございます。標準授業時数は ご覧いただきますと、小学校の1年生で850時間、2年生が910時間、3年生が945時間、4年生から6年生までは980時間となっております。年間のこれが総授業時数でございますが、週あたりで見ますと、かっ書きにございますように、週28時間の授業時数が小学校の4年から6年まで、えー、週時間が決まっているわけであります。 28時間を35週にわたって授業を行う従いまして総授業時数は980時間となるわけでありまして9の学習指導に比べて、えー、35時間の時間増になっているところであります中学校についても同様でございますが中学校1年生から3年生まで年間の総授業時数は1015時間となっております週あたり29時間 の、えー、授業を年間35週にわたって行うということで1015時間になっておりまして旧来の学習指導要領に比べてこれも35時間の時間増となっているところであります小学校の年間総授業実数についてのこれはイメージ図でありますが年間の週数は52週ございます学習指導要領で示す週数は35週を標準として示しているわけであります そして、えー、長期休業等を除きましたところで学校が、えー、授業計画に活用できる週数はおおむね各学校では平均的な週数としてほぼ40週が、えー、実施をされていいるところでございますさて授業時数についてもう少し述べますと、えー、年間の授業時数でありますが。 各教科等の内容を指導するに必要な時数でありますこれを下回ることは学習指導要領の基準性の観点からは適切ではないと言えるわけであります小学校の場合、えー、先ほども申し上げましたこのように小学校の1年から3年までの数字が出ております小学校の4年から6年までは980時間 週二十八時間を年間三十五週にわたって行うことになります。中学校の場合は、千十五時間、一週あたり二十九時間、年間三十五週にわたって授業を行うことになるわけであります。一単位時間については、小学校の場合は四十五分、中学校の場合は五十分とされております。ただ、児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して。 適切にこの時間を定める必要があるわけでありまして、教育効果を高める観点から、授業時間の区切りの変更は可能とされております。具体的には、例えば理科の実験観察授業等を行うときには、60分授業というブロックによる学習を想定することが可能でありますし、また、計算や漢字の反復学習の場合は、モジュールで10分程度の、 授業を34回分まとめることによって45分あるいは50分となるという形でこういう弾力的な授業時間の区切りりを設けけているわけでありますまた授業時間の時間割の弾力的な編成でありますが地域や学校及び学校の実態 各教科等や学習活動の特質等に応じて創意工夫を生かして時間割を弾力的に編成することができるようになっております従いまして時間割を年間で固定しないで弾力的に組み替えることに配慮する必要があるわけであります教育課程編成と教育委員会の役割についても述べたいと思います教育課程の基準に関することは これまで述べましたようにこれは文部科学大臣の権限でありますが一方地方教育行政の組織及び運営に関する法律におきましてはその第21条の第5号において教育委員会は所管する公立学校の教育課程に関する事務を管理執行することとされておりますこの同法第33条の第1項によりまして教育委員会は法令または条例に違反しない限度において 教育課程について必要な教育委員会規則を定めるものとされております地方の特性やあるいは実態に応じていわば地方基準を定めることが認められているところであるわけでありますこの規定に基づきまして教育委員会は教育課程について規則などを設けている場合にはそれぞれの学校はこの教育委員会規則に従って 教育課程を編成しなければならないこととされているところであります。この点にも、各学校関係者は十分留意する必要があろうかと思います。次に、学習指導要領をめぐる最新動向について2点ほど申し上げます。まず1つは、特別の教科・道徳の創設についてであります。平成27年の3月に、学校教育法の施行規則、 及び小中学校等の学習指導要領が一部改正されましたここにおきまして特別の教科道徳が創設をされたところでありまして小学校では平成30年度から中学校では平成31年度から全面実施されることとなります小学校の学習指導要領第1章第一の二を見てもらいますと二のところで学校における道徳教育は特別の教科である道徳を 要として学校の教育活動全体を通じて行うものであると新たに定められたところでありますこの特別の教科ということの意味について少しお話をしたいと思います通常の教科と特別の教科道徳の違いと共通点は何かということでありますが3点についてお話をします1つは通常の教科と同様に 検定済みの教科書を使用して授業を進めるということが特別の教科道徳でも行われることになるわけであります2点目は各教科の指導とは異なって特別の教科道徳の場合は学級担任が基本的にこの授業を担当するということで専門の教科免許状が設けられていないことであります3点目は各教科の評価とは異なって 指導要録に示す指標として数値などによる評価を行わず記述による評価を行うことでありますこの三点が特別の教科の意義になるわけであります次に最新動向で二点目で新しい学習指導要領の告示についてお話を申し上げます 本年3月小中学校等の学習指導要領の全部を改正する告示が公示されることとなりました小学校は平成32年度から中学校は平成33年度から実施全完全面実施されることとなりますなお高校については平成29年度中に改定の予定でありますので平成30年度から年次振興により実施が予定されております 今回の新しい学習指導要領改定のポイントは一つは何を学ぶかという指導内容の見直しに加えてどのように学ぶかあるいは何ができるようになるかといった視点から学習指導要領が改善されていることであります。 3点目は、カリキュラムマネジメントの取り組みについて、えー、改定されているところであります。次に、指導内容の見直しについては、小学校について、5、6年生の外国語活動が新たに強化化をされまして、週2コマの授業時数の配当が行われております。それに伴いまして、5、6年生で行われていました外国語活動が、 小学校34年生に降りてまいりまして34年生におきまして新たに週1回1時間外国語活動が導入をされたところであります。これによりまして新しい学習指導要領に基づきます年間標準授業時数は小学校では34年生5年生6年生におきまして年間35時間の時間増となっております。 中学校においいてはは標準授業実数の変更はございませんまた各教科等で育むべき進出能力が新しい学習指導量では明確化され目標や内容が構造的に示されているところであります以上が、えー、学習指導要領と教育課程についての、えー、講義であります。